はい、お願いします。どうなんですかね、スポーツによって違いますよね。多分違いますね。どういう監督からですか、みんな。監督です。です。どういう形ですか、はい、やっぱ部屋に呼ばれますか。いや、僕は会見の時に最初にこれでいきますってなった時に、部屋じゃないですね、ミスターに、長嶋さんに、はい、宮本君キャプテンねって言われてあら、そんなあっさり噂では聞いてたけど、はい、俺みたいな、嫌だなっていうのは。そう、事前にないんですか。そのなんか噂しかなかったです。噂っていうのはどっか流れてるんですか。そのマスコミの方からどうも宮本君らしいよって言われて、いや俺やだよって言って、まあその時の位置で言うと、自分はそんな、なんていう、野球ファンは分かるけど、まあその辺のおばちゃんとかは知らないぐらいの存在で言うと、松坂とか上原とか高橋由伸がいいから、もう高橋由伸でいいじゃんって思ってたから、えーっていう感じで、会見の場で行くよみたいなので。そうです。でもイエスですよね。そうで、ミスターとこうやって握手して、俺みたいな感じで。どうですか。僕は、監督からですね。で、その前の年に僕所属チームでキャプテン1年目でやらさせていただいてて、まあ、ちょっともうキャプテン忙しくなってたんで、ちょっと代表の方はその年は、ちょっと行けない状況で、でまあ、次の年もし呼んでいただけるんだったらもうぜひ行かせてくださいっていう話をしてたんですけど、監督がわざわざ所属チーム会いに来てくれて、そこでキャプテンどうかっていう話を、で僕まだ代表行ったことなかったんですよ、その時に。それでいきなりなんで、いや嘘やろみたいな。そうなりますよ、考えてますみたいな感じ、はい、断れないですよ。でも本当にお二人と思うながら断れないですよ、そら。ミスター、いやーちょっととは言えないですよ。分かりました。僕はなんかちょうど代表で岡田さんになった時とかに、もともとやってた、まあ、その人がちょうどこう怪我で呼ばれないから、うん、とりあえずその怪我で戻ってくるまで代理でやってくれないかっていうだけで。それいつの大会でした。それはあの、岡田さんが入った時だ、2008かな、オシムさんの後だから、2008年で、もともとは僕より年齢の高い人たちがいたんで、その人がキャプテンやったんですけど、ちょうどこう怪我でいなくて、で他にこう見たところ、まあ、やりたいとか、なんかできそうなやつがいないんで、とりあえずお前がやって、で戻ってきたら変わろうみたいな形で、僕はなんか気軽に受けました。あ、分かりましたみたいな。試合の時にここも空いててくれればいいからみたいな。キャプテンらしいことやらなくていいよっていう感じでしょうね。僕だから本当やる気なかったんで。やる気なかったって。あ、本当に監督時代がもうお前はキャプテンやらなくていいから、うん、負けで、あの試合の時にコイントスやって、レフリーと挨拶して、で、あのサポーターに向かって挨拶すればいいからみたいな、それがやらなくていいって言われた。僕は全然気楽でしょうね。そうなんだ。そういうこともあるんですね。オリンピックの予選のオールプロが初めての時のキャプテンって言われたんで、もう代表に行くのが基本的に嫌だったんです。その前のオリンピックで混合で行って負けたんですよね、メダル取れなくて、でオールプロで行ったら、まあ、野球の場合はもう絶対金じゃないですか。そうですね。でメンバー入った時に、わー入っちゃったよみたいな、でキャプテンだよ、みたいな、そんな連続でした。それはやっぱプレッシャーですか。プレッシャーです。他になんか俺のがやりたいとか いなかったですか。俺やるよみたいな。一応ね、年齢が一番上だったんですよ。あ、なるほど。僕と確か谷繁が一緒 で、はい、で僕の方、谷繁はちょっと入れ替えとかがあって入ってきたんだと思うんですけど、はい、でそれでなんか僕になったんで、もう嫌で嫌でしょうがなくて。その野球のキャプテンって何をされるんですか。なんか基本役割的なものって。まあ我の強い、まあ、どこのスポーツもそうでしょうけど、もう集まりじゃないですか、はい、でもチームにしないとやっぱり、まあそうですね、みんな団体スポーツやからあれですけど、とにかく尊重、彼らの今までやってきたのを尊重しながら、最低限チームの決まりを決めて、これだけやりましょうねみたいな。
で言うからには僕はやらないといけないっていうので、はい、もう本当にどうでしょう、ミーティングのタイミングだけずっと測ってました。選手だけで、そうです、そこだけ測ってました、ずっと。確かに見て、僕見ても嫌いなんで、僕がキャプテンの上でやってないです。お、僕だけ嫌いなんで、やるならグラウンドでやろうっていう。なるほどなるほど。もう宿舎戻ったら、うん、各々リフレッシュしようっていうタイプだったんで、うん、僕ミーティングは一切やる、うん、どうですか、ミーティングとかやりました？結構まあそこ監督主導でやるんで、これ言ったら我の強い人がこれやりたい、うん、これやりたいっていうのをまとめる、うん、で僕らの世代っていうのはやっぱりそれ中澤さんおっしゃったように、はい、もうグラウンド離れたらもうみんな好き勝手というか、はい、別にそこにこう介入してっていうのはなかったんで、うん、まあ、そこでねそんな変なストレス溜めて、うん、いや チームみんなでどっか行くよとか、うん、そういうのもなかったし、うん、はい、そのバランスって非常に。ラグビーにしてもサッカーにしても、はい、代表ってもう昔からこう組織化されてるじゃないですか。で野球はされてないので、オリンピックはアマチュアのもん、うん、あ、確かに。で僕らがオリンピックやってるうちに WBC ができたんで、だからその代表で行動することがまずないんですよ。その時にバッと集まって解散、うん、集まって解散なんで、なんかコミュニケーション取らないといけないっていうのがすごくない、うん、でまあ食事行ったりとかして、とにかく短期間でチームにしないといけないっていうのは、うん、すごかったですね。それはやっぱりその何ですかね、選手の個々の性格とか、はいはい、まあ、プレーは多分分かってると思うんですけど、はい、どういうこうモチベーションとかいろんな、そうそうですね、中身の部分ですよね。だから我の強いのは我の強いでいいと思うんですよ、はい、でもそこを殺して彼 その選手のね良さが消えるとダメなん で、はい、でそれはもうすごい観察してました。合宿の時から観察しなきゃいけないですね。そうなんです、そうなんですよ。監督からなんか指示あります？なんかあれミスターは何にもなかったです何にもなかったです。いやもう宮本さんので、あとまあコーチがね、中畑さんとか高木さんだったんで、あ、うん、まあその辺とは話はしましたけど、うん、結構監督からあんまり言われなかったですね。うん、それも監督からとかあるんですか、なんか要望みたいな。ありますか？でも基本的にはこういうスタイルでやっていくっていう、うん、こういう練習内容でやって、こういう試合のプランっていうのを監督から聞いて、それを選手に落とし込むっていうのがもう、まあ、練習前、うん、試合前、まあ、試合の後のレビューのミーティングの前とかっていうのは、うん、なるほど、ね、はい、入んなきゃいけないんですね。なんかこうやり方に関して、いやこっちの選手はこうしたい、はい、それはやっぱりキャプテンとしてこう監督に物申すじゃないけども、選手こう思ってるんですけどみたいな。結構まあ突き上げって言ったらおかしいですけど、はい、これやりたい、このチームやってるのか、どっちかなっていう、まあ、自分のところで判断することも必要だし、一回上に上げて判断したからこっちで取ろうかとか、はい、その辺のこう中間管理職みたいな。そうですよね、お伺いを立ててみたいな。そうなんですよね、はい、そうなんですよね。そうなっちゃいますよ、なんかキャプテンって。サッカーなんかもその要するにシフトも変わるじゃないですか、はい、監督によって。そうですね、そういうのも難しくないですか？そこはキャプテンあんま関係ないですか？なんか人にいますよね、なんかその、なんかこうガンと選手に向かって言える人がキャプテンにつけば、もう多分監督 の意見とかも、まあ、こうだよねっていう意見を言いつつも、で選手の意見も聞きながら、こうやっぱりどっかでガス抜きもしつつ、うん、でもまあやらなきゃいけないねっていう方向で持ってる人もいれば、逆にそういうことをやらずに、僕みたいにただ楽しく率先してなんか、うん、100% ですね、なんか一生懸命やるみたいなの、あまり多く語らない人もいるんで、うん、なんか監督によってそのキャプテンに求める像がちょっと違う。ああ、違うね、うん、なるほどね。僕は高橋由伸、あ、やっぱりジャイアンツっていうのと、まあ、マスコミのなんていうんですか、対応の仕方とかもまあやっぱ上手だし、うん、でまあ、相談して、まあ、こっちにはちゃんと答えてくれるんで、はい、でも由伸とか、あとは和田とか、はい、あの辺りですかね、ちょっと味方って言ったらおかしいですけど、一人じゃやっぱ心細いのもあるので、はいはい、そういうのは、まあ、副キャプテンじゃないですけど、僕はそういうふうにして自分でやりました、ね。あ、任命されないですか？に、あ、任命はなかったですね。じゃあもう宮本さんがやったっていうだけで、そうですね、はい、その後は結構野放しという。野放しです野放しです。周り見たらもうあのタイトル取ってる選手ばっかりだから、はい、でまあ絶対あるじゃないですか、いろいろで。ありますね、ね、
仲が悪いとかもあるし、まあはい、まあ、その辺の難しいですよ。短期間だから。そうですよね。僕入った時も初めてだったので、結構まあベテランの昔元木幸夫さんとか、うん、あとまあバイスキャプテンに大畑大輔、うん、ちょうど同期でいたんで、うん、彼結構助けてくれました、ね、助けて。サッカーは結構副キャプテンっていうのが任命される。そうなんですね。はい、キャプテンがいて、まあ、それをサポートするキャプテンが3人ぐらいいて、うん、でそのまあ4人とか3人とかで、こうチームをまとめるじゃないけれども、やっぱ選手たちの意見をやっぱしっかり聞いて、うん、でこうバラバラにならないようにこう意見まとめるじゃないですけれども、方向性はちゃんとね、うん、みたいなのはあったんで、結構副キャプテンの存在大きく、自分で選ばなくてもいいです。その監督が選んだり、選ぶとね。なるほど。あとは若い選手で将来的にキャプテンやりそうなやつとか、なんか要するに、うん、次の世代はこいつかなみたいなやつが一個ポコンと入ってしまうんですよね。野球はでも最近はキャプテン制しかないですよね。だいたい今回の WBC もそうですし、前回のオリンピックも立ててないので、うん、最近はいない傾向の方が強いですね。リーダーもいないんですか？まあ、その中で勝手に生まれるというか、うん、まあ、今回 WBC なんかでいうとダルビッシュがメジャーのキャンプを早く切り上げてこっち側に来てっていうのがまあ精神的支柱で、まあ、大谷が来ましたとかっていう感じだと思うんですけど、うん、まあ、オリンピックなんかは東京オリンピックの時なんかは結構何年か大会もやりながらチーム作っていってたんで、一番やりやすい感じのチームだったとは思いますけど、うんうん、キャプテン、バイスキャプテンまでは決めて、今みたいに例えばポジション、あとまあ試合出るコアなメンバーをリーダーにもう置いて、まあ、常に情報をトップダウンで吸い上げていくっていう、そういうのをやってましたけど、当時はそんなに、まあ、結構まあ別にがの強い人も言いますからね、もうこうしてほしい、ああしてほしいとか、そうですよね。まあ実際もうこれを決めたんで、これはもう自分がやりたいこととは違ってもグラウンド出たらやってくれっていう、そこは話はしましたね。 うまく多分コミュニケーション取れてたんで、そんなにこう揉めたりってなかったですね。むしろ助けてくれて、うん、大丈夫かみたいな声をかけてくれてたんで、はい。まあ、やっぱり一番最初3位決定戦変わった時にみんなが泣いてたんで、こんな即席のチームでこんなチームになるんだなっていうのは、まあ、結果3位でしたけど、銅メダルでしたけど、それはすごい印象には残ってますね。なんか勝つゲームというよりも、なんかその試合が終わってみんなが泣いてたんで、あ、こうなるんだなっていう。まあ、最後やっぱりもう金取らないと日本帰れないと思ってたんで、だからまあ準決勝負けた時に、俺たちはまあプロなんで最後までちゃんと全力で戦って、まあ金じゃないけどせめて銅メダルを、まあ長嶋監督が結局倒れられて行ってないので、まあなんとか長嶋監督にメダルを見せようっていうのは言いましたけど、結構試合前ロッカーで熱くなると、はい、うん、まあ、当時結構もうみんなが来たら、まあ、でまあ最後行くぞみたいな、それでこうカーッとなってもっていう、はい、それがあんまキャプテン仕事っていうか、もうみんながおのおのが発する、おのおの行ってくるんで、まあ、最後前一言まとめてぐらいですかね、はい、サッカーもそうです。サッカーも今テレビで YouTube で入ってますから、もうキャプテンが締めないと進まねえみたいな、だからキャプテン大変だよ、もう噛まないやつキャプテンだよ噛んじゃうやつもキャプテン向いてないみたいなことになってるし、今あっても言葉知らないやつは多分できない僕はそんなだから声かけないです。だから、うん、僕はもうそういうのやらないで、こう、まあ、理想とするキャプテンじゃないですけど、いますよね、なんかこうお手本に、うん、まあまあそうですね、なんかこういう人のキャプテン像いいなみたいな、うん、だったら僕真似したんですけどできなかった、その宮本常さんも真似したんですけど、 あれはできなくて、で真似しようとして一時ダメな時期があったん で僕はもう自分らしくっていうのがちょっとモットーだったんですけど、でもそれが一番ですよね、なんか最終的にそうなりますよね、自分作っちゃうとしんどくなっちゃいますね。そうなんですよね、それはあるかな、うん、やっぱりラグビーも、まあ、キャプテンやられてる人、まあ、先輩とか見せても、まあ、結構まあ話のできる人もいれば、うん、まあ、こういうふうになりたいな、うん、こういうふうになりたいなって言うんですよ。結局もう最後、まあ、自分は何できるのかっていうので、うん、まあ、しゃべりもそんなにこう
こう達者じゃなかったんで、まあもう自分のやることしたらもう体張って、まあ、先頭だってもうぶつかることぐらいかなっていう、まあ周りがなんとかこうまとめてくれるっていうのもあったと思うんですよね。姿でってことね。なんか変に言葉作って喋ってもより姿でっていうね、はい、なんであんまり試合前ロッカーとかもそうですけど、あんまり考えてこれ言おうこれ言おうっていうのはしないようにしますね。わかります、はい、一緒だ俺も、はい、その時に思った自然をもう、まあまあそうね、に思ったことをもうぶつけるっていう、それが一番なければもうないで他の人に振っちゃうとか、はい、そうですね、まあ、できれば勝ちたかったですけど、はい、ただまあ本当にその年そのワールドカップで、まあ、2勝目標にしてて、でまあフィジーに4点差で負けて、それこそもうこれじゃ帰れないっていう中で、まあ、同点で終わって、僕はすごいホッとして、いや結構みんな喜んでたんですよ、はい、もう涙流して抱き合って、うん、僕は結構どっちかしたらもうホッとして、うん、終わったっていう、はい、そんな感じでしたね、うん。あでもそこは結局僕の他にもいい選手たくさんいるし、ちょうど僕の時にはその遠藤やっとと中村俊輔いたんで、何かあったらこの2人に相談すること と、川口義勝さんと奈良さんという大ベテランでもワールドカップ何回も経験した2人がいたんで、何かあればこの2人に相談する、プレーのことゲーム中はもう遠藤と中村に相談すれば丸く収まったんで、僕はとも恵まれてました。本当にスペシャリストがたくさんいたんで、僕は何の苦労もない、ただただコイントスやってどっち取ればいいってやってる、うらっやってみたいな、それだけ。本当に今はでももうインカムで全て次何やり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 っていうのも出てたんですけど、当時はウォーターボーイと通じてこうインカムでこういうこと監督言ってますっていうぐらいしかないし、なんで試合中結構もうみんな熱くなってて、まあウォーターボーイは言ってもっていう感じだったと思うんですよ。だから監督の指示ってあんまり覚えてないんですよ。あ試合中にこういう指示されたっていうのは、ね、いや直接降りてきたらやっぱみんなこう、はい、はいって聞くんでしょうけど、はい、なんで試合中にこう自分たちの今何が課題で何をしなければいけないっていうのをこう瞬時に伝えなきゃいけないっていうのは結構、まあ、リーダー使いながらキャプテンの仕事として、多分それが一番僕は大きかったですね、はい、まあ、決断しなきゃいけないってことですね。そうですね、はい、いやまあさサッカーはまあベンチいますよね、監督はね。監督の指示だけ。だからラグビーはまあそういうことがないじゃないですか。まあ、今インカムでって言ってますけど、でも僕らもう監督の指示で動くんで、野球なんかは。だからそこが結構なんていうんですかね、チームとしてちゃんとこう成り立っておかないとゲームにならないんじゃないかなっていう。そうには思いますよね、ラグビーは。ペナルティーもらっても3点を狙いますか、うん、狙わないか、まあ、2015年の時あったんですけど、上からインカムで狙え狙えって聞いてても、いやもう行くぞって知らんっていう、はい、怒られないですかそれ。いや多分むちゃくちゃ怒られると思うんですけど、でも後でなんで狙ったんだってなった時に、いやこうこうこうでいけると思いましたっていうちゃんとした理由があれば、僕も今指導者なんで、理由があるんだったら怒らないですけど、まあ、確かに、まあ、そういうところの判断しなければいけない。そう、はい、うん、そこは確かに実際グラウンドで起きてるのと、まあ、ベンチのヘッドコーチングボックスでの熱量とか温度感って違うんですよね。分かるわ、はい、サッカーもベンチ近いですからね。これもう監督の指示聞かないといけないですからね。あ、うん、でも聞こえないふりするでしょ。しますね。できそうですもんね。僕ら聞こえないふりしたら、わーとかってコーチもいっぱいいるから。そうですね。実際聞こえるもんなんですか。なんか言われるんですけど、はい、中の肌感覚で、いや違くねえかと、こう向こうの考えてることがこうで、いやこうしてるからこっちでもいいんじゃないかっていう選手の中でこう判断しちゃう時もある、うん、でそこではなんかまあキャプテンというよりもやっぱそのゲームをコントロールできる人がやっぱ判断してこうしよう、うん、まあ、前から追いかけようとか、うん、ちょっと下がって守備しようとか、そういうのはもう中で判断しよう、うん、監督がああしようこうしようって言われても、いや違うよねってなった時はちょっとそこはもう聞こえないふり、うんうんうん、だからもうベンチ側の人間が一番かわいそうですね、ポジションを取ってる人が。サイドバックは特にかわいそうですね。なるほどね。監督に言われて伝えに行けって言うけど、はい、OK って言って全く違うことやるんで、またそのサイドバックが怒られるっていう。お前ちゃんと伝えたのかみたいなのはあります、ね、野球なんかで言ったら勝手に守備位置変えたりとかはしてましたけどね。あ、大丈夫ですか、うん、
はい、こっちって言われて、はい、つってパッて寄って投げる前になったらスーッとこっちがいたりとかこっちじゃねえよ、こっち来ねえよみたいなありますよね。ありますあります、絶対あります。ラグビーもありますよね。あります。はい、いや顔言ってるけど実際なんか肌と肌合わせた時に、はい、絶対違うことを相手考えてるねみたいな。今は結構まあ厳しいかもしれないですけど、そういうのに対して、はい、昔はもう自分が思ったらこれをするって、うん、まあ、後で怒られたらまあちょっとそこで話してみようっていう、はい、若い時なんかはやっぱ経験も浅いから、まあ、監督の言われた通りがまあ主だと思うんですけど、こう積んできたら、まあ、例えば前進守備するのか後ろなのか、いい後ろでみたいな、あいつは2点も3点も取られるぞみたいな思いながら前守ってほらーみたいなっていうのはありましたけどね。経験積んでいくと、なんか目配せしていくのか行かないのか、いやいやありますあります、はいみたいなっていうのはありますけどね。それ見たいな。昔だから古田さんがその日本シリーズでギャンブルスタートっていう、そういう当たった瞬間にもフライとか関係なく走れってサードランナーが、それを練習してたのに、いざっていう時に野村監督が出さなかった、あの人勝手に走ったってそれがダメ押しになったみたいな、で日本一になったみたいな話は聞いたことありますけどまあでも結果論になるんでね、一番大事なやっぱりお互いリスペクトがないと、うん、ね、はい、結局それでそ、まあ、理由があってそのプレーを選んだっていうの、うん、でコーチとしてもやっぱり理由があってこれをしろっていうのは、うん、まあ、結果論で、その後になって話した時にお互いリスペクトしていれば、うん、はい、確かに その関係が多分一番重要なのかな。もう川口さん、奈良さんの代理でやったんですよ。で、岡田さんもお前は代理だからねって言ってたんで、僕は代理なんだからどうかな、どうなんですか、キャプテンとはありますか。キャプテンですか。僕は基本的にこう、なんていうんですかね、一人の力ってそんなに大したことないっていうのがあって、うんうん、だからあんまり出すぎちゃいけないし、ただまあキャプテンだったら出なきゃいけないとか出なきゃいけないし、うん、なんかそのバランスってすごいなるほど難しいんかなっていう、うん、はい、だ僕もそんなにキャプテン向いてると思ってなくて、どっちかしたら一歩二歩引いてる方がっていう立場だったんで、はい、いざやってみてあんま出すぎてもダメだし、うん、あんまいろんなこと考えたら逆に自分のプレーに集中できないしとか、はいはい、なんかそのバランス取るのが非常に難しいっていうか、そうですね、難しいですね、はい、僕も最初やった時はとにかく僕が前出て負けたら僕が責任取ればいいと思ってたので、うん、とにかくオールプロが初めてで、でやったのがまあまあまあなんとなくチームになっていって、でまあ北京の時にやった時にはまあちょっと年齢差もあったんで結局僕だけ走ってたみたいなところもあったんで、その辺のバランスはやっぱ難しいんで、まあでも結局は負けた時って監督が言われて、で次まあ選手で誰が言われるってなった時にまあキャプテンになればいいんじゃないのとは思ってましたね。だからもうコリゴリですね記者会見であれですか、監督と一緒に試合の後、そうそうそう、あれがね、僕も北京の時惨敗だったんで、でもう亡くなられましたが星野さん監督 で、はい、で星野さんがすげえ攻められたんですよ。で僕も選手一人だけですよ、負けたら、はい、僕だけだったんで、もう僕もうつむきだからすいませんすいませんみたいなサッカーどうなんですか。サッカーはなんかキャプテンも行く時もありますし、逆にあの交代で今日はこの選手、あの選手とかあるんで、結構ランダムじゃないですかね。多分最初は多分キャプテンと監督が行ったりするんですけど、試合が重なってくると結構入れ替わったりして、あとは向こうの指名もありますよね、ピッチャー側の指名もありますんで、そこはランダムだったと思います。多分キャプテンとはって言われても僕は分かんないですね。もうなんかもういろんなキャプテンズあると思うんで、人それぞれじゃないですか、キャプテンとは。もう多分勝ってない時期だったんで、それこそ監督が本当にマスコミに言われてるのを本当うつむきながら、試合後にやらなきゃいけないんですよ。サッカー試合前だけなんですよ。あ、そうなんですね。監督は試合後やるんですけど、キャプテンは、はい、選手もすぐ帰っちゃうんで、僕らやっぱ大会終わってからもあるんで、勝てばみんなで、ね、ね、あれですけど、そうそう、はい、負けると、まあ、キャプテンは呼ばれるんですよ。いや、嫌ですよね。だから指名しない方がいいですよね。キャプテンいなければ行かなくていいですからね。そうですね。試合終わってから忙しいというか、ね、ちょっとこう、何をかな。そうですよね。はい、ある程度監督と温度感はしとかないと、うん、はい、いけないし。しかも今なんか大変でしょ。うん、
もう叩かれるじゃないですか。もう SNS があるから、ね、キャプテンってなったらもう。なんか最近プロ野球でキャプテンってやったらなんか C つけてやってるんですけど、はい、僕はもうすごい反対派なんで、結局プロなんで、うん、まあ例えばですよ、 C つけてて同じポジションの自分より年下のやつが活躍しても応援せなくなるわけじゃん。でもプロ選手としては失格ですよね、ライバル応援するのは。だから僕は結構反対派で、ただまあ即席のチームの時は誰か責任者作った方がいいなっていうぐらいの考えなんで、それがなくまとまるんであれば、まあ僕はあんまりキャプテンとかで、今も過去見てもその代表チーム自体が歴史が浅いんで、野球はアマチュアの時にはね、まあたくさんいたんでしょうけど。でもまあ今もう日本代表ね、もう本当にグラウンド外でもチームとして本当に一つになるためにこうチームビルディングをしてて一つのチームになってますし、逆に今リーダーできる人間多分たくさんいると思うんですよね、うん、まあ、多分誰がやってもってのあると思うんで、はい、多分チームで多分自然にまとまると思うんですよ。もうここまでベースはできてるんで、だからまあそれぞれリーダーも多分自分のプレーに集中した方が、まあ、結果としていい結果出るんじゃないのかなっていう、うんうん、あんまりリーダーがねいっぱいいることによって声が増えてしまっても、うんうん、なかなかこう本質的な部分をこう見失いがちになると思うんですけど、うん、まあ、ワールドカップなんで、ね、楽しんでほしいです、うんうん、代表の試合を見ますよね、どのスポーツも。そうですね、はい、はい、僕はバスケット好きなんで、バスケットは見たり、B リーグちょこっと見たりとか、あとは、まあ、NBA とかですけど、あとは野球はもう大谷さんがすごいなって、うん、そうですね、あの人はもう歴史上の人物なのでいやもう100年に1人だと思うんですよ、ね、それこそベーブ・ルースでもご存知でしょ、はい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 、でああいう多分その何十年後かにこういう選手いたよっていう教科書になるのの大谷は多分そうだと思うんです、うんうん、これをだから皆さん言うのでより見ますよ、ね、だから、うん、現役の選手もそうですし引退された方々も口々に大谷君はすごいよねって言うんで、その情報を聞くとやっぱ見ちゃいますよね。そうなんです。大谷みたいなバッターはいるし、大谷みたいなピッチャーはいるんですよ、うん、でもそれを一人でやってるからこんな人いないでしょっていう話ですよね。いますね。だって僕らだって最初プロ野球で二刀流やってみろやって思ってたさやっちゃったよみたいな、でまあメジャーでは無理だろうと思ったらやっちゃったねみたいな感じですから、もう全部上行ってるんで、まあもうそれは歴史上の人物ですよね。ルールは詳しくないですけども、やっぱりそのボール奪うその戦いとか、やっぱりトライ決めた時のやっぱ見ててこう一ファンとしてお客さんとしてはあもう一番かっこいいなっていう、あとまあねそのキックの時のめっちゃ飛ばすなとかあの僕ラグビーじゃないですけど、その蹴る練習はしたことあるんですよ、ラグビー部で。でも飛ばないんですよあれ、意外と飛ばないですよ、ちゃんと当てないと飛ばないじゃないですか。だから飛ばし方もちょっと違うんで、うん、めっちゃ飛ぶなって思いながらどうやって蹴ってんだろうなみたいなプロ目線で見たりとかしますね、うん、ほんで5、60メートルぐらい飛ぶんじゃないですか。いや僕飛ばないです。あそうですか、はい、なんかやっぱボールと違うのでサッカーボールと違うんで、昔は川本さんが60メートル飛ばしたっつって、あれは川本さんなんで歴史上の歴史上の歴史上の教科書に載る人だね、教科書はい、まあ、川本さんは特別です、うん、両方ね、やっぱボディコンタクトがあるから面白いですよね、見てて、うん、いや、本当に嬉しかったです、うん、僕らで本当勝てなくて、それこそ、ね、そワールドカップから帰ってきても、まあ、素通りみたいな、うん、はい、やっぱ行く前からやっぱあんだけ応援されて帰ってきた時にちょうど2015年になったとか、うん、ああいうの見ると、まあ、僕らもねOB としてやっぱここまで強くなったっていう、ここまでこうラグビーっていうスポーツが、まあ、認知されたっていうのはすごい嬉しかったですね。でまあもともとワールドカップってこう海外で僕ら経験したんで、うん、これでも絶対日本でやったら盛り上がるのになって思ってたのが、まあ、19年で、はい、あやっぱラグビーって面白いんだなっていう、そういうふうに言われるっていうのは非常に僕は嬉しかったですね。高校なんかね、サッカーとラグビーは正月、あそのラグビーね、はい、やりますよね、1月にね、はい、よう見てましたけどね、やっぱり。
番初めキャプテンでワールドカップ出るときに、うん、なんかちょっとこう話をしてどういうふうになんかまとめたらいいですかねみたいな、まあ、それこそもう思い切ってやればいいんじゃない、楽しんじゃえばいいんじゃないみたいな話をした記憶はあるんですけど、うん、まあもう偉大なリーダーなんでね、もう、うん、2大会、まあ、今回3大会でキャプテンやる可能性もあるでしょうし、うんうん、まあ、本当グラウンド以外のところもすごい外国人との間に入ったりとか、うん、まあ、プレーでも引っ張ってますし、まあ、前回ワールドカップでちょっと調子悪くて怪我もして、あんまパフォーマンス上がってなかったですけど、今結構絶好調でしょ、もうカードもらってたけどうなだれてる絵はありましたまああれだけの選手なんで、まあ多少影響あると思うんですけど、まあそれでもまあチームなんでね、一人いなくてもやっぱ誰かカバーしなきゃいけないし、やっぱこういう時に他のリーダー陣が、まあ、そういう経験する機会にもなるでしょうし、まあスタッフとして考えるんだったら、まあ、これはこれでポジティブに考えるしかないんじゃないですかね、はい、その例えばサッカーはそのキャプテンが退場とか、あの怪我でいないってなってる、うん、あの副キャプテンがやるんですけど、うん、あります、ラグビーとか野球とか、退場したら、もしくは交代したら、はい、まあ、バイスキャプテンに、あ、キャプテン変わりますっていうふうにレフリーに伝えておかないと、うん、まあ、レフリーと指名があるんですか、監督からの指名とか現場で判断ですか、いや多分前もって決めてますね、はい、で怪我したら変わったらこいつが、うん、キャプテン、ゲームキャプテンっていう形で、はい、じゃないと、まあ、レフリーと会話できるのがキャプテンだけなんで、はい、そこは決めてますね。野球はないかな、退場しちゃったら、宮本さんが退場したら、はい、あんまり野球のプレー上あんまりキャプテンって関係ないですよね。だからあんまり野球では、高校野球とかでも例えば怪我していなくなっても別に伝令行くのは別に誰でもいいはず、まあ、基本的にはキャプテンだと思うんですけど、まあ、こうなった事情をこいつ行かせますっていうぐらいの話なんで、プレー上困ることはないですね、うん、キャプテンはそんなに変わっても、まあ、精神的なとか言われますけど、うん、でも実際ゲームコントロールしてる人間が抜ける方がよっぽどいいです、うん、まあ、まあまあそうですね、はい、間違いないです、それはもう野球もそうですね、はい、ラモスさんいましたもんねトゥーリオもいましたもんね、あ、そうですね、ブラジル系の血はいっぱいいますからね、うん、サッカーはだいぶそのいろんなその血が入ってきて、今も結構いろんな外国の血が入った子たちが、うん、若い子たちがたくさん出てきてるので、うん、そんなにもう違和感ないですよね、うん、みんな日本語ペラペラだし、うんまあ、野球は今回初めてヌートバーという、ね、そうですね、選手がまあ日系だというところで入ったんですけど、まあ栗山さんらしいなと、あ、絶対僕はラグビーのワールドカップとかそういうのも含めて多分考えられてると思うんですけど、あ、まあ、その何か可能性があるんだったらというところで選んだと思うんですけど、うん、でも僕らが見ている評価よりも上でしたよ、ヌートバー選手が、うん、結構プレーを前面にこうね、投手を前面に出す選手だったんで、うん、すごい受け入れやすかったとみんな思いますしね、うん、で、まあ、これからね、うん、入るとは万波選手とか、うん、思いっきり感じですけど、お父さん今後かな、うん、かだと思うんですけど、まあ、そういう選手も普通に入ってくると思うんで、そこはもう関係ないかなと思うんですね、うん、僕らの時だったらどうだったんですかねっていう感じですけどね、わ、うん、かんないです。まあ、ラグビーでもね、僕らの時は外国人2人3人ぐらいっていうのはこう紳士協定じゃないですか、うん、あ、選ぶ方からしてもだったんですけど、なるほどね、で今まあ2015もそうですけど、11の時もやっぱり外国人選手10人ぐらい入ってたんですかね、うん、うん、どうなんっていう感じだったんですけど、僕もでも彼らがやっぱりこう必死にやってる姿で、まあ、そうですよね、その辺の違和感ってなくて、で結局僕15年の時に思ったのはやっぱりこう外国人選手、ね、そういう選手が入ったとしてもやっぱ代表が勝つことによって、全くそういうのは気にならない声が、うん、っていうのがやっぱり、あ、やっぱ勝つことがやっぱり先なんかな、違います、勝たないと取り上げてくれないですもんね、はい、そうですね、はい、それは分かります。勝つことによって彼らがどんだけこう日本のために、うん、まあ、本当にね、君が代覚えたりとか、うん、日本が勝つために僕はこんだけハードワークするんだっていうのをこうやってくれてる選手たちなんで、日本人以上に、うん、はい、うん、そういうものを取り上げられてすごく嬉しかったです。確かに、はい。
僕はやらないです絶対やりたいとは思わないですねもう晒されるのをもう覚悟しないとダメじゃないですか。多分もう野球はもう一番上じゃないとダメなんで、そうですね、期待値がちょっとベースト4じゃダメなんで、うん、まあこれは結構厳しいですよね。だから次の監督決まんないじゃないですか、うん、みんな多分嫌なんだと思いますよ栗山さん勝ち逃げしちゃったから確かにもう一回やってもいいかなと思います、うん、栗山さんは本当に今の、あの選手たちに合うと思うし、うん、でまあ負けてもね、うん、一回勝てますからね。まあまあそうですよね。で栗山さんだったら選手集まると思うんですよね。僕だったら多分みんな来ないですよ。いやいや来ますよ来ますよ。いや僕も見てる方がいいですよ。あまあただねもう日本がこういうラグビーやりたっていう部分と、まあ、見てやっぱり見てる人になんか訴えられるようなこう何ですかね、ひたむきさとかハードワークしてる姿とか、まあそういうのをしっかりこう出せる人間、うん、一貫性を持って出せる人間を選ぶんじゃないですかね、うん、僕はあのやっぱり今の現状のチームをどうこうっていうのも、うん、その先のことを考えてちょっと若い子、うん、でこの子にキャプテンを任せたら、うん、この子はもしかしたらやっぱ変わるんじゃないかなみたいな、うん、の方に選ぶかもしれないですね、うん、結構人って何かを役割与えると変わる可能性のあるものだと思うんで、うんキャプテンをやらせたことによってあの長谷部もそうだと思うんですけども、長谷部キャプテンやる前そんなことなかったんですけど、うん、キャプテンやったことによってやっぱりすごくチームのことを考えるようになったんで、そういった形で選ぶ可能性はあるかもしれないですね、うん、上は多分自然とやってくれるんで、うんうん、で若い子たちってちょっとその辺に関してもちょっと遠慮するのがあると思うんで、そういうところもこうある意味若い時から経験を積ませればこう代表チームとかねクラブチームは強くなるんじゃないかなとは思います。先のことを考えて選ぶかなと思います。なんでやっぱキャプテンは多分誰しもが1回はやった方がいいかなと、うん、合う合わない別としてもこれがキャプテンでこういうことをみんなやってきて大変な仕事だけど、やっぱチームを見るとかチームのことを考えてこうだよねっていうのは若い子みんなも経験した方がいいと思う。そうすれば多分ね文句言わないです、うん、それは確かに若い子たち文句しか言わないです確かに、はい、でもキャプテンやればその文句をどうやって出すべきさせるかが分かると思うんで全員やった方がいいです。変わりました。ずっと文句言ってたんですけどいや監督ちょっとキャプテン言ってくださいよ宮常さんっつって、あの練習が多いんですけどほんで試合前に午前と午後練習したら試合疲れますよ言ってくださいみたいなのとかずっと言ってたんですけど、あともっと練習中もっとこうしませんかみたいなこと言ってたんですけど、キャプテンやったから言えないですもんみんな言ってくるじゃないですかありがとうございました。